ケンブリッジ大学出版局は、ケンブリッジ大学の出版事業を手掛ける出版社で、ある。1534年、ヘンリー・パ成イにより、特許状が発せられたのを起こりとする、世界最古の出版社、かつ世界、第二の規模の大学出版局であり、聖書や、学術史の出版も手掛けている。出版活動を通して、大学の理念である、全世界における、学問、 知識、研究の促進を推し進めることを使命として掲げている。これはケンブリッジ大学規約中のスタチュと J に規定されている。そして公益のため継続的に出版活動を行い、ケンブリッジという名前の評価を高めることを目的としている。ケンブリッジ大学出版局は学術、教育分野の書籍の出版を行っており、ヨーロッパ、 中東、アフリカ、アメリカ、アジア、太平洋といった地域で事業を展開している。世界中に50以上の事業所を持ち、2000人近くの従業員を抱え、4万以上のタイトルの書籍を発行している。その種類は、専門書、教科書、研究論文、参考書、300近くに及ぶ、学術史、聖書、祈祷書、英語教育教材、 教育ソフト、電子出版など多岐にわたる。かつて、ケンブリッジ大学出版局本部が置かれていた、ケンブリッジのピットビルディング。現在は、出版局の会議場として使われている。ケンブリッジ大学出版局は、1698年以来、様々なテーマを代表するケンブリッジ大学の上席研究員18名で構成される。 出版団により運営されている。この団は出版委員会と会計委員会という二つの主要な省委員会を参加に要する。出版委員会は出版する書籍のクオリティを保証し、これに正式な承認を与えている。期日は年18回開かれ、編集、出版戦略の検討を行う。会計委員会は会計や運営関連の事項を所管し、 年4回招集される。これら出版団のミーティングは、ケンブリッジ市中心に位置し、旧出版局本部が置かれていた、ピットビルディングで行われている。出版局の運営上の権限は、これらの出版団から、出版局の最高責任者及び9人の幹部に、対して委任するという形が取られている。ケンブリッジ大学出版局は、ケンブリッジ大学の一部局にあたり、 株主や完全に独立した自己金融は有していない。非営利組織であり得られた常用金はすべて出版事業発展のための資金や大学の経費として使われている。ケンブリッジ大学出版局は以下の2つのグループに分かれている。学術、研究グループは科学、技術、医学、人文、社会科学といった分野のテキストや参考書の出版を 行っている。聖書、学術誌の出版もこのグループが受け持っている。教育グループは、あらゆる年齢を対象とした、英語教育講座や、書籍の出版を担当している。また、小学校、中等学校、インターナショナルスクール向け教育書の出版も行う。ケンブリッジ大学出版局は、本やコンテンツの販売、アクセス形態の変容により、 2020年までにはデジタル製品が売上の3分の2を占めるとの予測を示している。2010年からはウェブサイト上で電子書籍の販売を開始し雑誌の出版はハードコピーとオンライン両方の形態で行われることになった。他最近の試みにレースツーラーンというカリキュラムソフトウェアの開発がある。これは F1 を通して 小学生にグループワーキングを学ばせることを狙いとしたもので、ケンブリッジ大学出版局と日立ソフトウェアエンジニアリングの合弁会社であるケンブリッジ日立ソフトエデュケーショナルソリューションズにより公開された。同社は学校で使われるインタラクティブホワイトボード用ソフトウェアの制作も行っている。 バーツラフホラーデザインによるケンブリッジ大学出版局の商標ケンブリッジ大学出版局は世界最古の出版社大学出版局である。その設立は1534年にヘンリー・パッセイがケンブリッジ大学に対して特許状を発したことに由来する。これを受けて1584年に初の大学出版局本が印刷されて以来、 ケンブリッジ大学出版局は本の制作を続けてきた。同社はオックスフォード大学出版局と並び2社ある特権出版社のうちの一つである。ジョン・ミルトン、ウィリアム・ハーベー、アイザック・ニュートン、バートランド・ラッセル、スティーブン・ホーキングといった著者がケンブリッジ大学出版局から本を出版している。ケンブリッジにおける大学での印刷事業はすぐに 開始されたわけではなかった。1583年、トマス・トマスが最初の大学印刷校に任命されてから実際の運用が始まる。これは特許上発布からおよそ50年が経過した後のことである。トマスは現在出版局書店が立っている位置からほど近い、表銀会館の芝生に当たる場所に印刷所を構えた。当時、印刷業は ロンドンの書籍出版業組合が独占しており、それが、上記の特許上発布から、最初の本の印刷までに長期間を要した一員で、あるとも言われている。ケンブリッジ大学評議委員、会館1591年、トマスの公認である、ジョン・リゲートにより、最初のケンブリッジによる聖書である八折版、ジュネーブ聖書の印刷が行われる。ロンドン書籍出版業組合は、 自分たちに聖書印刷の独占権があると主張して激しく反発した。これに対して大学側は特許上の規定によりケンブリッジにはあらゆる種類の書籍の印刷を認められているとの回答を示した。このような経緯でケンブリッジ大学出版局の伝統である聖書出版は始まった。この伝統は400年以上続いており、 その間に、ジュネーブ聖書を皮切りとして、金帝役聖書、海帝版聖書、新英語役聖書、海帝英語役聖書がケンブリッジから出版されている。上記のロンドン書籍出版業組合との紛争によって、ケンブリッジの出版事業は長く制限と妥協を余儀なくされ、この状態は、1696年に学者であるリチャード・ベントレーが、 新たなスタイルの出版局を作り上げる権限を握るまで続いた。任命された上級研究員からなる組織が出版局に関連する事項について大学に対し責任を負うシステムが成立したのも1697年のベントレーの時代のことである。出版団の出版委員会は現在も定期的に開かれ出版局の出版物をレビューし、 承認する役割をずっと担い続けている。バスカビルが印刷した、聖書18世紀半ば、ジョン・バスカビルが大学印刷校の任につく。バスカビルの関心は、自らデザインし制作した活字と、その印刷技術を使用した、最高の本を作ることにあった。バスカビルは次のような言葉を残している。この仕事は、 全力を持って望まなければならない重要なものだ。それは私の名声のためというだけではない。大学は敬意のうちに私に役割を与えてくれた。彼らの選択は全く誤りではなかったということを私は世界に対して証明したいのだ。ウィリアム・カクストンが18世紀当時の出版書の中を見渡してみたところで何も目新しいものは見つからなかっただろう。 活字は未だに手でセットされていた。使われているプレス機械は木製で1日にせいぜい1000枚をするのが限界。製本は1冊ずつ手作業で行われていた。切望されていた技術革新はスタンホープ教が円盤を完成させたことによってようやく訪れる。彼は 活字を組んだページの表面全体について、鋳型を作成し、ここから版を鋳造するという方式も考案している。ケンブリッジ大学出版局はこの技術を最初に取り入れた。1805年には、技術的な成功を収め、ケンブリッジステロ版聖書の大量増札を行っている。1850年代までに、 ケンブリッジ大学出版局は蒸気機関を利用したプレス機械を使用し2から300人を雇用シルバーストリートとミルレーン地区にあるいくつかの建物を占めるまでになっていた。出版局が現在まで使用している建物の中に小ピットにちなんで建設されたピットビルディングがある。 1854年から1882年まで大学印刷校を務めた CJ クレーンによる管理のもと、出版局はその学術、教育出版事業における大きさと規模を増していった。この拡大の中で特に重要なのは一連の教科書シリーズの発刊である。クレーンの時代に、 ケンブリッジ大学出版局は、オックスフォードとの共同出版事業にも取り組んだ。こうして1870年に着手され、1885年に完成したのが、改定約聖書である。また、出版局の出版団が、ジェームズ・マレーの持ち込んだ提案を却下したのもこの時代のことである。マレーは後に、オックスフォードに招かれ、 その提案をオックスフォード英語辞典として結実させた。出版局拠点のエディンバラビルディング1892年、RT ・ライトが出版局出版団の事務局長に任命されたのを契機にケンブリッジ大学出版局は明確に定められた編集ポリシーと管理体制を有する近代的出版事業者としての発展を遂げていった。ライトはアクトン教、 フレデリック・メートランドという二人の偉大な歴史家と共にケンブリッジ氏の出版プランを立案した。これはケンブリッジが出版分野において果たした貢献の中でも代表的なものの一つとされている。ケンブリッジ近代史の刊行は1902年から1912年にかけて行われた。その9年後、出版局は編集したばかりのシェイクスピア全集の 1> 第1巻を発行する。全巻の刊行が完了したのは1966年という大プロジェクトであった。出版局は科学、数学分野においてもアルベルト・アインシュタイン、アーネスト・ラザフォードといった偉大な人物の協力を得て成長していった。出版局は雑誌出版においても優れた貢献をしているが、これは1893年から始まって、 今日では300近くの雑誌を発刊している。トリニティストリートのケンブリッジ大学出版局書店1992年には、ケンブリッジの中央に位置するトリニティストリート一丁目に、自社の書店をオープンする。ここは、少なくとも1581年から今日まで、本の販売が続けられている場所であり、イギリス最古の書店がある場所とされている。この書店では、 年間125万ポンドに及ぶ出版物を売り上げているが、これはケンブリッジ大学出版局の全世界における売り上げの内わずかな割合を占めるに過ぎない。世界中の死者、支店、代理店を合わせると120の国々における約3万3000人の著者をカバーしている。現在のケンブリッジ大学出版局は2000人近くのスタッフを 約60のオフィスに抱え、3万4000タイトルの在庫を有し、世界に存在する9つの倉庫の株式を1600万単元保有している。2007年、ケンブリッジ大学出版局の決定をめぐって論争が巻き起こった。出版局は2006年に出版したブーア・コリンズ執筆によるオムズ・フォージハード。 チャリティーテロリズムインザイスラミックワールドのすべての在庫を廃棄するとしたのである。これは、サウジアラビアの奥万長者であるハリドビン・マフーズから訴訟を提起され、その和解条件の一つとして提示されたことを受けたものだった。それから数時間のうちに、オムズ・フォージハードは、アメリカ合衆国の amazon.com とイベの検索ランキング100位内に躍り出た。 ケンブリッジ大学出版局は各地の図書館に対しオムズ・フォージ・ハードを初夏から撤去するよう通知を出した。そして引き続き本の中で問題があるとされる部分を挙げたコピーを送付した。これに対してアメリカ図書館協会は図書館に向けてオムズ・フォージ・ハードについて閲覧可能な状態を保持しようとの次のような提言を行った。 当該本に対する興味が非常に高まっていること、そして論争対象の本を直接手に取って学びたいという読者の欲求に鑑みて、我々はアメリカの図書館に対し、この本を利用者が読める状態にしておく、よう推奨する。出版局の決定は本の著者からも受け入れられなかった。そして、これは表現の自由、出版の自由に抵触するとして、 出版局の決定を批判し、イギリスの名誉毀損法は過度に厳格であると指摘する者も,もいた。アメリカ合衆国会議員のフランクウルフは2007年10月7日付のニューヨークタイムズのブックレビューにおいて、ケンブリッジ大学出版局の措置は実質的な噴書であると述べている。ケンブリッジ大学出版局は問題が起こった当時、 オムズ・フォー・ジハードの販売を行っており、その在庫もほとんどが販売済みであったことを指摘している。ケンブリッジ側は、出版局は責任を持った行動を取らねばならず、また、グローバルな出版社であるために、多くの異なった国々の法律を守る義務を負っているとして、その行為が正当なものであると主張している。2008年。 ケンブリッジ大学出版局、オックスフォード大学出版局及び政治、パブリケーションズの3名は、ジョージア州立大学に雇用されていた上級職員4名に対し、当該大学の電子データ保存ポリシーに問題があるとして、訴訟を提起した。ジョージア州立大学では、教授から要望がある場合、図書館は本の内容を大量にスキャンして抜き出し、 オンライン講座パックのサービスの一環として、それを特定のクラスの生徒がアクセスできる状態に置いていた。これは著作権法の規定に基づき、フェアユースとして保護される範疇を遥かに超えるものだと出版各社は主張している。ケンブリッジ大学出版局は、社会参加活動や社会的責任を果たすための取り組みに携わっていることでも知られている。 教育のためのプロジェクトや資金集めを通じた公益活動は出版局の重要な役割の一つであると同社は述べている。2009年出版局の最高責任者であるスティーブン・ボーンはそのビジネスプラクティスにおける社会的責任の遂行に対するリーダーシップと貢献を認められてイングランド東部大賞のプリンスアンバサダーアワードを受賞した。 2010年、ケンブリッジ大学出版局は、印刷物に対する資格障害があると認定された、人々にも読める本を提供するため、ブックシェアとパートナー関係を結んだ。デジタル著作権ライセンス契約の規定に基づき、ケンブリッジ大学出版局は、世界各地に存在する参加の出版局から、学術、研究分野の書籍を、ブックシェアに提供し、 視覚障害者が読めるフォーマットに変換する。世界中の認定を受けた印刷物視覚障害者は、少額のブックシェア会員料金を払えば、コンピュータやその他の補助機器を使用し、テキストを音声に変換する方法か、デジタル展示によって本を読むことができる。ありがとうございます。